カフェ息子です。本日はひよこた付き合ってるドッキリターゲット発表していいですか。何でも信じそうな組み目と、はい、2人目絶妙に本当に信じてくれそうな影坂月、はい、この2人に仕掛けていきたいと思うんですけども、今僕の部屋にいるじゃないですか。僕がそれぞれターゲットを呼びに行きます。事前に何日か前に言ってるんですよ、相談があるって。ああ、何かあるんだって分かってるんですよ。実は俺たち付き合ってるんですけど言う。で多分俺湊斗のことやから、うん、じゃあお前らチューしろよって絶対言うと思うんだ俺、うん、チューすると見せかけてそれ進んでるぐらいでドッキリでしたーで寝た。あ、オッケーオッケーオッケー。サツキは多分言ってこないから、うん、自己申告制にする。あ、じゃあチューするわで、あー逆にね、うん、あ、いいねいいね、うん、それでいこう。分かんない、もしかしたら変わるかもしれないから、じゃあその場の動画もう臨機応変に待て。失礼しまーす。過ごしやすいね。思い出せ昔お前が一人家賃払ってなかったよ。こんなこと言うの？払ってない。いい加減払ってました。あ、最近引っ越しましたね。家賃どうなんですか？あ、家賃は上がったけど部屋めっちゃ狭くなって。え、みんなあれじゃん、仕事場らへんにあんま行きたくない。褒めたらな、都心から離れたい人やん。俺は都心に近づきたい人やん。どうかったの？大事な話上がった。ティックスターにワンマンライブに平木さん出ていただけませんでしょうか。あ、出演交渉違います、もしかして15周年ぐらいで気まずい話喧嘩してたんですけど仲直りしましたみたいな。いや、言ってたんだ前からちょっとさ、相談プライベートのやつだろ。そう僕たちお付き合いの方をさせていただいておりましてみたいな。え、こっち慣れ初めとか話してるじゃん。慣れ初め聞くのお前らの。そう大体知っとるな。え、初めてのお付き合い？なんか別れててまた付き合いましたとかじゃなくて。あ、違う初めて。でも3ヶ月前ぐらい。ガチ？別に言わんでよかったもん。みんな知ってんの？メンバーだから。みんなとか初めて。みんなとネットが最初だった。それがさ、バレートップバッター。そう、今の感じの。そうだね。そう、でも一緒に住んでるね。どうせ始めたの？そう、どうせ始めたんですよ。ガチなの？何とかするの？それは言われへんやん。俺がもし誰かと仮にね付き合ってたらメンバーで多分言わんのよ、メンバーにも。あー、チューしてみやん。チューしたらほんまやん、多分。あー、証を見せてほしい。なんかそれで嘘でしたとか言われても気悪いし。そうですよね。ちょっと気悪いやん、なんか。あー、結婚式って呼びます。チューはできるの？手は繋げる。手は繋げる。おー、手繋げるならチューもできる。リープなのお仕事は言ってないよ。それは人間で好きなだけやってくれたらいいけど。あ、別にいいよ。はい、そういうのどっちかで行くんやつ。それは秘密。いつも通り。めっちゃ聞いてくるやん。秘密なんだっけ。いつも通り。やからん状況ある。うん、まあ信頼してもらったから。いや、嘘っぽいんよ。信用してもらったから。うん、僕待ってるね。見てます。してもらってもいいですか。ちょっと今の顔の近さがすごいちょっとリアル。リアルやった。ほら言ったよ。じゃあ大丈夫ですもん。え、これだけ？これだけ。はい、言ったよ。三日半ぐらい多分すごい不機嫌で。さあさあさあ。あ、いるやん。ちょっと待って。この辺座ってもらっていいですか？いいですか？何？まあまあまあ相談がちょっとあったんですよ。どうぞ。まあお菓子でも食べて聞いてください。そうですね。いただきます。じゃあ待っていいですか。私なんです。うまいです。話があるんですけど、担当職人に言うと3ヶ月前ぐらいから付き合ってまして。え、俺と太郎が。え、さすがに言っとかないかなっていうメンバーに。他のメンバーには言ったの？いや、さっきは初めて。ガチのやつ。ツアー始まる前ぐらいかな。マジで、そんな前から。よかった。なんかあんまり信じてもらわれへんかなと思ったけど、意外となんか。え、ガチで付き合ってますドッキリとかめっちゃやってたからさ。あ、そうね、あったね。ガチなの？ガチでなんて。そう、もうね、4年目やし、もう言っていいかなって。これがドッキリだったらさすがにもうしんどいやん。もうガチか。すごいな、なんか手とかはつないだ。小学生みたいな。手がね、手はつなぐんだ。そうなの。そんなツアーしてる裏で。だからあれか、ツアーの時もさ、ホテルとか同じ部屋いたりしたんだ。そういうことね。今からみんなに言うんだ。
ちょっと迷ってる、それは。どうしようかな。サツキだけでもいいかなとは思ってるけどさ。なんで、その俺を選んでいただけるんですか。なんか誰かにとりあえず言おうっていう。うん、まあ、喧嘩したらさ、気まずくなるかもしれへん。じゃあ誰かにちょっと知っといてもらった方が。喧嘩してたよ、一回。喧嘩して仲直りして、うん、それはもっと仲良くなっちゃったみたいな。あ、まあ、それの感じ。あ、そういう感じか。幸せそうで何よりです。でも応援してるよ、俺は。ほんま？いや、そうだね。ありがとう。仲良くして。絶対疑われるかなと思ったけど。うん。よかった。いや、もう疑いはしたけど、微妙に分かんないとこだったからさ、絶対ありえなくもないからさ。あれになってほしい、なんだっけ、あれになってほしい、なんだっけ、ボクシー、ボクシーなんだよ、ボクシーなんだし。だから俺ら、誓いのキスするから。ええー、ちょっとここでボクシーやって。なんなんこれ、目の前で見せられないよ、多分そのキスするとこを。え、証明証明。あ、そうだって信じてもらえてないかな、まだ思ってる。証明してる、あなたは、夢める時も、健やかになる時も、コタローさんのことを幸せにすると違いますか。違います。キヨハルさんを幸せにすると違いますか。違います。それでは誓いのキスをお願いします。はい。目の前で見せられるか。マジで。あ、そっからやるんや。ちゃんとね、レールを取るとこからやるんや。緊張しますか。いやいや、散々してたろ。いつもしてるやん。え、こんなに目の前ですか。あー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 バカー信じてんじゃないよ。何が、何やっぱりか。ちょっと思った、よぎったよ。意外となんか信じてくれたわ。リアルやったな。素直でやったわ。うん、素直に信じてた。うん、なんかね、ちょっとリアルだった、そこの清田っていうのがリアルだったわ。ヨガミラだったら絶対嘘だろうと思う。ちょっとリアルだったな。大成功じゃないですか、ね、今回は。大成功ですね。みなたにもかけたんですけど、若干疑ってたけど、うん、でもいい感じだった。純粋そうな2人選んだよ。あ、信じてくれそうな2人を。そう、いや疑ったわ。疑ったけどね。疑ったけどね、だいぶ大成功でした。キスしてたら信じてたわ、ほんとに。じゃあ、今から卓球でもしに行きましょう。行きましょう。じゃあ、クリスタ、ありがとうございました。ありがとうございました。その点、さよなら。ずっとずっとこの先も二人で並び合って、あの頃君と見てたとびきりの夢を何度だってカメラあります。ああ、なるほどね。じゃあ、はい、じゃあもうまた開いてちゃってことで。え、ここで？そう。俺が？そう。違います。違わせてください。